おいす、こんにちは、アメリです。はい、ということで、酒ガチャやってきました。はい、じゃあやっていきましょう。まずはもう黒飛びをささっとゲットしちゃいます。まだ10時ジャストですからね、今。はい。ということで、まず開催記念は、これログインスタンプだ。ログインスタンプじゃなくてね、開催記念ってないんだっけ？ログインスタンプしかないんだっけ？これは160円やつだよね。160だったか320だったか。320かな。はい。まあいいでしょう。ということで、じゃあ、ちょっと待って、開催記念ってないんだったっけ？一応ちょっとタイトル戻ってみますわ。開催記念ってもらえないんでしたっけ？なさそう。はい。じゃあ行きましょう。ログインスタンプ。まあ、これが実質開催記念か。ログインスタンプですね。ピエット。メロンが出ました。まあまあまあ、この辺は。まあまあ、いいでしょうと。はい。じゃあ次。これは買ったやつですね。320円ぐらいだったと思います。トマ。っていうく。まあ、何出ても新キャラですから、基本的に最初はね。やっぱね、既存の、いいね。既存のやつよりもいいよね。全部新キャラっていう、この真新しさがいいですね。交換所ってあるんですかね、ちなみに。お、ありますね。お、いいね。オーディン・ワルリン・イデアル・トーカいるじゃん。めちゃめちゃ良くないですか？十分すぎるでしょ。じゃあ、そいつらは出なくていいと。ということで、ラインナップ見ます。1% 黒飛びです。で、宝玉ですね。5連で、まあ、カクテリットを手に入れるがための5連ありかな。カクテリットって結局なんだろう、ダンジョンとかで手に入るのかな。ちょっと今だら分かってない。ちょっと門法とかにもいるか見ていいですか。カクテリットが期間限定でここにいますみたいな。ない。そういうのもなさそうですね。じゃあダンジョンから本当に入手するしかないのかなって感じですかね。これが通常のダンジョンだよね。コロシアムはないのかな？上級、むずいんかな？コロシアム系は、なさそう。うん。まあいいや。はい。行きましょうか。じゃあ、一瞬で溶ける魔法石、ガチャ。行きましょうか。一回50個。まあ基本止まります。あ、もういきなり被ってる。いきなり被ってる。じゃああいつ10日だ。10日が黒飛びのワンチャンだな。いちごですね。で、エル・ディアブロってやつね。お酒別に詳しくないんでね。あ、確定購入やつ。買わなくてよかった。買ってないんですよね。3体でループできるけどどうでしょう。そこまで実用性があるのか。とりあえず被らずに引いていく。おー、いいね。こいつ使わなきゃいけないんで。ブルッカ必要でした。はい。おー、そっちの黒飛び。そっちの黒飛び。あ、そういう感じ？そっちの黒飛びは足りてるかな。もう4体目ですよ、あいつ。そっちの黒じゃないんすよね、欲しいのね。あー、いいね。これも絶対手に入れなきゃいけないキャラですね。ジントニック。さ、止まっていくと。オーディンかワルリンかイデアルか。まあ、そのあたりになってくるかなと思いますね。はい、かっこいい。渋いっすね。お、いいね。大吟醸もね、めちゃんこ当たりです。軽減ループ。盤面6号。ぶどうのやつだから、名前がね、伸ばし棒があると思います。グレーシス。はい。名前をまた覚えなきゃいけないんですよね。大吟醸のさ、なんか酒の飲むやつのさ、色が赤いから第三属性に火があるように見えちゃうわ。あ、一番多分外れだと思う、この人。さあ、あとは、あ、レモック。あいつ、何度、ビアードンってやつは、レアリティ、あれ何歩だったっけ ?7 だったっけ ?6 だったっけ ?6 だった気がするんだけど。なんか6が動いたりするっすよね、このガチャ。そう。君もね、なんか、なんで6が動くんだろうって思うんですけどね。こいつはまあ、周回要因かも。もしくは、まあ、本体スキルとしては、あれですね。なんとかなんとか。極レグスのやつですね。来い、黒飛び。くそ。
こいつは正月ノルディス。いやノルディスね、一応もう一体引いときたいんですよ。結構これはガチ。あ、ツルピカらないと意味ないっすね。あ、出た出た出た、ビアードン。一応もう一体ビアードンは持っておきたい。うん。で、あとはワルリンイデアルが出ていないぐらいかぐらいかな。お、ビアード寝た。レモック。あ、お前がいた。ウィスキールね。こいつもね、ゴーテンと相性良しですから。あとは？あとは？あながち出たくないか。交換できるキャラクターはね、一旦出なくていいんすよね。お、出たわ。じゃあ予想はイデアルで。ワルリンでした。二択を外していくっていうね。あとはじゃあイデアルのみかな。他なんか星6出てないのいるかな。なんか1体ぐらいこういう時いるんすよね。大体ツルピカらないからさ、100かぶってないんだよな。止まってイデアルを出そうかみたいな。止まってイデアル出しましょうか。お、一個ツルピカったよ。でもオーディンとかだからな。どう、あ、どうかでした。まあ、イデアルは出なくていいんすよ。正味イデアルは出なくていい。ただ、黒飛びはちょっと出てほしいかなって思っちゃうなぁ。ね、黒飛び出てほしいよね。1% ですよ。オーディンでした。あ、まだ星6なんかいた。あー、そうですね。ハイボールいませんでしたね。はい。さあ、これで、一旦5連が終わるんですが、OK、ツルツルワンチャン。ツルツルワンチャンあるよ。10日とかな。あー、で、まだ持ってないやつがいると。あー、梅マロがいましたと。はい。ワンチャンあるよ。またオーディンでした。これで、一旦どうなったかですよね。ちょっと上から持ってるか。持ってる持ってる、イデアル持ってーな。いいオーディン持ってる、黒飛び、まあ、出たね。ワルリー持ってる、ワインリー、ロベリール、ウメンマロ、ディアブロ、ダイギン、ブルッカ、ジントニ、バッカスレ、メローラムモヒート、サムライロック、ビアードン、レモックハイボール、ウィスキュー、ユギシス、カルーアミルクが出てません。じゃあ、続けます。さあ、続けようか。カルーアミルクなし。それはありえません。それはありえない。まあ、黒飛び2体目もワンチャン狙いつつね。ワルリー。よし。まだまだ行くよ。まだまだ続けよう。ツルツルワンチャン？ツルツルワンチャン！ツルツルワンチャンあるよ！ツルツルワンチャンあるよ！ツルツル、そんなことある？そんなことある？いやもう、せめてオーディンじゃないやつ出しません？じゃあ。ねえ。黒飛びじゃなくてもいいけどさ。せめてトーカとかさ。オーディンいらないのよ、そんなに。はい、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 カルアミルク。はい、止まる、はい、止まりません。モヒートがいっぱい出たね。ちょ、カルーアミルクどうした？ツルツルも出ない。止まって、カル、あれ？カルーアミルクって、イデアルが先に出た。イデアルが先に出ちゃう。やっちゃうな。止まる。おい、お支払いをキャンセルするんじゃないよ。あー、こうなってくるとめんどくさいんだよな。こうなってくるとめんどくさいんだよな。お支払いがキャンセルされるとめんどくさいんだよ。なんでキャンセルするかな、ほんとに。意味がわからないよ。出ないんですけど。ねえ、課金できなくなったって。課金できなくなっちゃったって。ちょ、カルーアミルクだけ出ないんだけど。まあ、別に初日で出なく、よし！よし！よかった。はい、ドリマコンプ。ちょっと待って、課金できなくなっちゃった。もう一回購入してみよう。購入チャレンジ！あ、できた。まあ、いいや、一旦コンプしたからいいか。黒飛び2体目を追うかはまた別の話と行きましょうか。俺何トレード出してたっけ？なんかね、あ、これ、あ、そんな、ここまでしてもらわなくていいのに、スキルレベルマックスのフラグレム届きました。ちょっとありがとうございます、本当に。
で、おまけがカクテリットがどんなもんで来ますかねっていうのだけ見たいんですよ。おい、ゼロ。8% だからね。えい、ゼロ。だからあれかな、ギザギザ卵があったら、カクテリットワンチャンみたいなね。これ3体所持とかになってたりする？なっている。じゃあ確定確定確定だ。確定確定確定、はい。宝玉いらねえんだがな。もうカクテリットはね、ちょっと、ドラゴンたちを進化させるにあたって、ある程度必要なんで、持っておきたいなって感じ。ギザギザ卵全部カクテリットか。星6なのか。潜在解放はありがたいね。何かと最近枯渇しがち。うん。まあ、こんな感じでございますよと。まあ、大体、2体ぐらいかな、平均取ると。10連で。あ、でも2、3体ぐらいかな。たまにゼロの時ありますけど。はい。まあ、2体、3体ぐらいは出るんじゃないでしょうかと。言った感じになっております。はい。ということでですね、今回は、歴世の杯と、なんだっけ。なんとかの雫っていうイベントのガチャを引いて、コンプまでとりあえず引いてみました。最初はまず黒飛びから、もう編成は一応完成してるので、それを試運転してみようかなと、言った感じでございます。よければそちらも見てください。ではご視聴ありがとうございました。あと2回なので全部引いて終わりにしたいと思います。バイバイ。